ゆかでございました。子供たちはとってもみんな可愛くって、先生にいろんなことを実に興味を持って尋ねてくれますが、とっても純真でナイーブな子供たちが楽しめる先生との相性もとっても大切になっていきます。今日も徹子の部屋、どんな曲が登場するかにゃー。